中国外務省は25日、ベラルーシのルカシェンコ大統領が28日から3月2日の日程で中国を極秘訪問すると発表しました。滞在中、習近平国家主席と会談します。このニュースについて、ツイッター民の反応を見ていきましょう。最悪かも、ならず者国家が手を組んだ感じだ。この会談の内容から本当に和平につながると良い。遠回りな感じがしている。私の味方だが、プーチンからすればルカシェンコは部下の一人に過ぎないと思う。国力の差と核保有からプーチンは同等と思うのかな。中立的な視点から中国の習主席はこれから罠に入っていくか次第、リーダーその素質を測っとれます。悪の権化には悪の金魚がまとわりつく。完全にロシア有利。中国の一帯一路は完成する。バイデンも中国、ロシアを敵にしないよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。